プライドオブ SC 岐阜村田選手 VS 久保田選手3本勝負。はい、今日チーム最年少コンビのお二人に、3つのゲームにチャレンジしていただきます。で、今日はせっかくの勝負なので結果に応じた企画を一つご用意しております。10月17日、盛岡戦のガールズフェスイベント、こちらで彼氏旦那に言ってほしいときめきコメントというのを募集します。なので、ちょっとその企画に先立って、今日ゲームに勝った方がセリフを決めて、負けた方がそのセリフを言うというのを、あの来週の YouTube ライブの生放送の時にちょっとやってもらいたいなと思いますので。絶対嫌だ。彼氏旦那に言ってほしいセリフですか？言ってほしい、ときめく一言。あ、難しいな、それ。だからお前が変なこと言ったら俺はそれ言わないといけない。そう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 、絶対勝つ。はい、お願いします。お願いします。負けボール、勝ちボール、最初はグッ、じゃあ来い。はい、1個でしょ。はい、でかいでかいでかい。欲しいけどな。これ、手カラーじゃダメですか？選手やろ、足やろ。どっから行こうかな。いいっすか？入ってる、うわーし、入ってる、うわーし、入ってる、うわーし。うますぎ、今のどっか行ったもん。やっぱ普通にバウンドしてくれな。いや、これ足から始めるんか。おい、おい、おい、あー、やばい、これうますぎ、えぐい。これ超ちょ、腹立つな。クソ強い俺。これサーブちょ不利じゃないですか。ちょっと、じゃあいいよ、もらうわ。いったもらってあげるわ。不利と思うじゃん、こういうことよ。危な、うわ、やべえ、いや超イージー。よし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 、さっき成功したから俺。え、超イージー今の。あ、でかっ。あ、待ってください。え、これ2になったらデュースないですか？もう選手でも3本いっちゃう。俺あと2連続か。え、入ってる入ってる。危な、はいはいはい、ひどい。弱っ、バカ弱いやん。やっぱサッカー選手嫌いや。広告高校でもこんなもんっす。リューティング対決やったかったな。こんなもんっす。でかい、弱いな。ちょっとむずいぞこの風。でも今の結構いいと思ったけどな俺。いや弱いよ絶対。よし、強っ。ちょ待って、恥ずかしい。いや、弱いな、弱いんだ。やばい、ゼロで終わったら。え、来た。強い、強い。いやー、いや、強いんや。いや、弱すぎね。やばいって俺らこれ。これ放送 NG。アウト、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 いやー、アウト、アウト、アウト、いやー、アウト、アウト、アウト、
アウト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 、いやー、もうちょっと待って、来た、いやあと1本ずつ、うん、今の当たったやろ、勝負見えたな、絶対当たったわ、今の当たらなかったら痛すぎ、ほら来た、いやー、危ない、これ当たったらどうなる、まあ、お金サドンですね、よし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 、あーもうやばいわ、もう終わりやん、いや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 、いやホヤが一番早い気するけどな、チームやったら、あ、相原くん、相原くんやばい、あれやばい、多分先に行ってもらいます、あ、さっき一回帰ります、いや、両方行って枠飛ばへんかもしれない、あ、確かに、あ、まあ、これで枠飛ばへんってよくて、いや、でも両方、どこに、どこに行けばいい、真ん中でしょ、真ん中で大丈夫、真ん中っすよ、でもこれに当たらなくて大丈夫、見分けなしですよ、靴、うん、これ結構基準だね、100? 104、え、これで 104? これで104か、120ぐらいいくんじゃん、お前これで超えなかったね結構ちゃんと打つ、いや、打つで、いった、やって、だって100打って87じゃん、うわ、いくこれずっと言ってたんですよ、チケットだいくうわ、でも怖いぞこれ、え、あ、これ、あれっすか、交代グッズ、この辺ですか、基準超えてよ、はい、ほんまに今日のキリさんのゴール決めた時ぐらい、確かにあれ言ってたら余裕で120ぐらい、あれってここら辺か、文字数がないよ、じゃあ行きます、え、待って、全然超えないやん、逆にいいやん、逆に、え、なんで、え、多分真ん中、真ん中、そうだ、真ん中で低めの方がいい、まあでもまあ大きさないんで、結構蹴って、結構蹴って、軽く真ん中でいいんちゃう、え、2本目いきますよ、はい、まさか違う違う違う、106、そんな変わらんの、106全然変わんないじゃん、じゃあ両太郎くんスパイク入ったの、確かに両太郎くんやっぱすごいっすね、でしょ、どんだけ言っていいですか、あの自決だからちょっとビビってて、無理無理、その言い訳は、え、でも106は出てるから、あの一応トーマー越したよ、うん、お、いいよ、あ、110いった、106よ、106出ないっすよ、これ、あ、これ最大106なんじゃん、あ、そんな、6、ちょっと低めっていうのを狙うと時系列こいつ当てそうなんか、あ、あれでも当てていいらしい、当てていい、それはそれで面白いらしい、狙ってもいいよ、3本目ラスト、あ、やばい、うわぁ、これで当てち、ちょっとやっぱ低い方がいいんすかね、あ、確かに、蹴れる、低いの、え、低いの蹴れる、でもじゃあ価値ないじゃん、俺ちゃんとあれに当てるぐらいで、あのだからライナーっすよね、そう、奥のやつ、オッケー、おいいよ、おー、110いった、おー、いいよ、よし、さあ、よしよし、完封は逃れた、危ない危ない、はい、完封逃れました、では第一種目の、リフティング対決は見事トモト選手の勝利、ありがとうございます、はい、続いて第2試合のバーツ対決、こちらもトモト選手の勝利、ありがとうございます、はい、そして最後シュートスピード測定がこちら村田選手の勝利でございました、ありがとうございます、はい、3戦合計で2対1で、久保田選手の勝利でございます、ありがとうございます、弱かったっす、これは違いっす、はい、ということで最初にお伝えした通り、この後生放送で、久保田選手が考えたときめきゼリフを村田東馬選手に発表していただきたいと思いますので、お楽しみください、はい、では今日はありがとうございました、ありがとうございました、サッカーを愛するすべての皆様へ、
J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。